この日は必ず来るように聞いていただきました。本当にありがとうございます。本当にあの素敵なコミュニケーションと共にあのプロジェクションマッピングの勝利です。本当に素敵な場所を紹介していただきました。普段ですね、ゴスペル音楽を通じて様々な、勉強をさせていただいているんですけれども、どうしても勉強をしている学生たちはですね、普段もちろんうまくいくこともあれば、うまくいかないこともたくさんあって、たくさん練習しても、それが結果としてすぐに出なかったりとか、あとは人間関係で悩んでしまったりとか、そういった悩みも、私も、その中で、やっぱり音楽を通して、元気になったりとか、または人間関係で悩んでいても、友達が助けてくれたりとか、そういった形で、たくさんの、学びを経てまして、その中で少しお話しさせていただくときがあるんですが、どうしても人間としてもコントロールできないことに悩んでしまったりするときとか、例えば雨が降って、でもこれはコントロールできないですよね。雨が降って嫌だなと思う、でもこれは空気をきれいにしてくれる雨だと思ったりとか、アフリカの人たちからすると恵みの雨だとか、なのでその事実と解釈というのは別で、一緒にあるんですね、解釈というのは。事実は雨が降って、たくさんそういったコントロールできることに集中しよう。例えば友達とうまくいかない、じゃあ自分から声をかけてみよう。自分から声をかけたり挨拶するのもコントロールできますよね。なので自分に何ができるか、まずです。